やっぱりこういう形で終わることになってしまって本当に残念な気持ちでいっぱいです。まあ、延期になった期間も、しっかりみんなと練習をして準備してきたのでやっぱりやりたい気持ちが、大きかったんですけどやっぱりしょうがない、判断なのかなというふうに思います。昨シーズンは、本当に勢いだけで、やってきていて、本当にこのフォーメーションで合っているのかとか、自分に自信が、なかったんですけど、まあ、今シーズンの前半戦、すごく迷っていた部分が自分の中で大きかったんですけど、まあ、そのチームメイトとコミュニケーションを取ったりとか、していくうちに試合を重ねるにつれてすごくその不安な部分が少しずつですが結構自信になって、言ってた部分があるので、もう最後の方なんかは迷いがなくプレーできていたんじゃないかなというふうに思います。周りにたくさん得点を取る選手がいるので、まあ、その大学生の時とかは、まあ、自分が一番得点を取っていた割合が多いんですけど、まあ、やっぱりプロになってそこは、周りの皆さんに合わせることっていうのが、大事に来たのでやっぱりどうしてもポイントガードが一番ボールを扱う時間帯が多いので、まあ、そういった中でそのターンオーバーの数っていうのが少なく、結果的に数字に表れているっていうことは、そうですね、とても嬉しいことですね。やっぱりまずその日に誰が当たっているかだったりとか、やっぱり前半はすごくボールを触らせることが重要で、またその当たった選手がいればその人にパスが行くフォーメーションを使ってきたりだったりとか、そういったそうですね、頭を使うことが、今シーズンはすごく多かったですけど、まあ、本当に試合を重ねるごとに本当経験、いろんなシチュエーションを経験できたのですごくそういった部分では成長できたシーズンだったなというふうに思います。コミュニケーションの部分ではなかなかそんな多くを言えるタイプじゃなかったので、そういった部分ではまだまだ甘い部分があったんですけど、やっぱりその一人の選手が当たっている時間帯っていうのはやっぱ他の選手があんまりボールをもらえない時間帯が多かったのに対してやっぱりまあもう少しこうしてほしいっていう意見はあったんですけど、まあ、自分の中で今この選手が当たっているからこういったプレーを選択しているっていう、なんていうんですかね、自信があったので、まあ、そういったところでは少しずつですが嫌われる行動はやっていたんじゃないかなというふうに思います。まあ、去年は本当に 何をするにも初めての体験経験ばっかりだったのでそういった部分では少し慣れが出てきて、まあ、余裕が出てきたので、またまあ根子さんだったりとか前田さんだったりとかも新しい選手がすごく面白い選手がたくさんいたので、まあ、そういった部分でははいリラックスできてオフも、はい、まあ、大学生の時から本当に知ってるのでいい部分も悪い部分も知っているんですけど、まあ、年がやっぱ近いのでそういった会話が多いですし、まあ、彼はやっぱりなんていうんですかね、特に何も考えてなく普段発言しているので、まあある意味マイペースだと思うんですけど、それが、まあ、彼のいい部分ではあるんで、はい、すごく楽しいです、はい、今シーズンも、たくさんのご声援ありがとうございました。本当に終わり方としてこういう終わり方になってしまってとても残念な気持ちでいっぱいですし、もっともっと皆さんの前でプレーをしたかったっていうのが正直な気持ちです。本当に皆さんのご声援で何度も本当に助けられました。素晴らしいブースターの前でプレーをすることができて本当に選手として、幸せでした。本当にありがとうございました。